はい、どうも、のんじです。今日は2022年11月2日水曜日、朝6時53分に撮影してます。風邪ひきました。喉、鼻声でね、ちょっと、はい、熱はないです。ということで今日はね、もし子供が生まれなかったらということをテーマに話していきたいと思います。結婚を一つの目標やゴールと決めているカップルいると思うんですけども、いざね、結婚したら、子供について悩まされることがあります。まあ、産む産まない以前にね、生まれてこない夫婦というものがあって、子供を持たない選択を余儀なくされる夫婦がいて、で、子供が生まれてこないっていうのはなんでだろうって、考えてる人もいると思うんだけど、一つの原因としてね、家の中が暗すぎるのかもしれないよね。結婚適齢期とか出産レースとか、まあ子供はまだなのかとお互いの親から求められることもあって、どうしてもね、できないことに対して思い悩む夫婦がいるの、いてね、暗くなってしまって、で、子供を産む理由がね、まあ、親を安心させるためだとか、まだなのかと催促されたり、まあ、子供のいる兄弟とか親戚から、もらうアドバイスが鬱陶しく思うこともあって、口出しして欲しくない人から不妊を疑われることもあって、人として見下されているような感覚になったり、失敗作という烙印を押されているような感覚になったり、どうしてもね、家の中が暗くなってしまう。だけども、お互いが好きになって結婚したのに、結婚してみたら、こんな思いしなければならないのかと、悔しい思いしてる人もいて、まあ僕も不妊を経験してるので、気持ちはめちゃくちゃわかる。ですよね。だから男性目線から言うと、どうしても女性ばかりが責め立てられる傾向にあって、追い詰められることもあって、不妊について真剣に悩んだり、適齢期をカウントしてる夫婦もいて、産まないと結婚した意味がないってね、思い悩んでる夫婦もあって、そのことによって、喧嘩ばかり絶えないような、重苦しくなってしまうこともあって。で、子供はね、家庭に笑顔を運んでくるものだから、いるだけで賑やかになるし、笑い声が飛び交ってて、子供が家に帰ってくるだけで、家の中が明るくなって、まあ、少しうるさすぎることもあるけど、子供が生まれてきたいと思えるような夫婦になってるかどうかってところが一つ試されているのかなと。で、子供がいてもいなくても夫婦としての時間、過ごす時間が暗かったらきっとうまくいかないよね。子供のいない夫婦になってもいいから、それでも君といたいと思えるかどうか、パートナーと添い遂げたいと思えるかどうか、夫婦として支え合っていけるかどうか、ということをすごく試されている時期なのかなと。だから子供が生まれてきたいと思える夫婦のその家の中の明るさ、色みたいなところで、やっぱり子供はね、自分が行くことでもっと明るくなることは分かってるので、もともとすごく暗いところには行きたくないわけ。子供はね、怖い、暗いところがすごく嫌いなの。でも明るかったり面白そうなもの、そういったところがすごく好きなんだよね。だから子供が来たくなるような家の雰囲気だったり、そういう空気感、明るさみたいなものを上手に作ってる夫婦のもとに生まれやすいのかなと思うんだよね。そう、あまりにも暗すぎる夫婦のもとにはやっぱり行きたいなと思わないわけ。だから家の中の空気、雰囲気を明るくすることで、きっとそこに行きたいなって思えるようになるのかなと思うんだよね。
なかなかやっぱり、克服しなきゃいけない夫婦の問題に対して、ちょっと先延ばししてる家庭もあって、ちょっと強く言われたことに対して、じゃあどうするかって考えてるところもあったりするので、子供がなかなかできないねって、大丈夫って心配されることに対して、心配されるから作らなきゃいけないって思ってる夫婦と、お互いただ好きで一緒にいたくて、一緒にいる夫婦とでもまた違うし、で、子供ができると子供の時間が全て優先になるから、自分の時間を大切にしてる夫婦だとね、なかなかお互いの自由な時間を優先して、まあ、子供を押し付け合うこともあると思うんだけども、もしそのね、押し付け合った時にこいつ必要だよなって思うことがあると、今度は子供の奪い合いが始まるわけなんですよ。真剣争いで、どっちが子供を取るかってところで。だから夫婦として試されているのかなと。子供がもし生まれてこなかったら、それでも一緒にいたいか、一緒にいたいと思えるかどうか、パートナーとして選んだことは失敗じゃなかったかどうかってところを試されている。そう、だからそこは一つのゴールとして、別れがあってもそれでいいと思うし、子供がいなくても一緒にいるっていうのも一つのゴールだと思うし、ただ二人で大きな課題や問題を乗り越えていって、支え合っていけるような関係を築くことが大切なのかなと思います。なので子供はお皿の世界から、その家の中のきっと色をね、明るさを見てね、すごく明るいところにはね、ポンポンきっと行きたがる子供もたくさんいて、でも家の中が暗いとね、行きたいと思わないだよね。少しでも明るくなれるように、子供が喜ぶような、そういう行きたくなるような夫婦の関係、お家を作って、まあ、空気だったり全て含めてね、作っていければいいんじゃないかなと思います。ただ子供ができなかったとしても、夫婦としてパートナーとしてそれでも一緒にいたいと思えるかどうかってことも含めて、お互いの絆をね、深めていくことが、やっぱり結婚した一つの最初の課題だと思うので、そこを克服してから、家の中の空気を明るくして、子供がもしできなかったとしてもね、パートナーとして添い遂げることができるかどうかってところが、求められることなのかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。